皆さんこんにちは、ゼロです。さあ今日もプリンセスピーチをやっていきましょう。さあやっと2階に来ましたが、今日はどこに行こうかな。2階のなんかね、アイススケートってのこれ気になるんだけど、ちょっとこれはまあこっちから行こうか。よっしゃ、探偵系か。これは名探偵事件簿、狙われた壁画。なんやコナン系か。開演でございます。行きましょう。Each time. よし。なんだかみんな怯えてるね。いつもならこの町の名探偵がズバッと。ズバッと何やった？何て書いてあった？ステラは撃てるな。ステラじゃない、これ何やったっけ、きらめきやったっけ。おお。モテるものよこしな。おい、やばい。しゃあ、影に隠れた。イエス。よいしょ。はい。何もなし。本日博物館は臨時休業。あ、僕の推理によると予告状が届いてますね。うちの君だけではダメです。なるほどな。花が元気なくなったな。危ねえ危ねえ、見落としとかった。危ねえ。じゃあ俺がここで。はい。おっ、また。はい。よいしょ。大丈夫かな。よいしょ。いやいやいや、これ裏側か。こっちか。今、探偵は留守にしてて。だから僕一人で何とかしたいんだけど。これは、なんか壊せたりする？壊せない。何もない。はい。実は事務所の謎が解けなくて僕じゃダメなの。どういう謎？やれること限ってっからな。お、ああそういうことね。星、雷、雲、晴れの順番で入れていけってことね。はい、了解。えい。で、曇りで最後晴れね。はい。どうよ。さあここで探偵に変身か。うまいっす。すごい発想やなこれ。さあここで探偵に大変身。変化。It's a Mario。 すげえな。こんなに衣装作る？大変やな。イエース。攻撃ボタンは何もなし。ジャンプしかできない。さあ、一体どういったアクションに？はい。私が名探偵ピーチだよ。あれ、ジョシ君はどこに行った？捜査ガイドを見てみよう。B を押し続けると、探索モードだ。怪しい者の前で話すと詳しく調べられるよ。うん。この花は怪しいぞ。この花は怪しい。
ふかふかのクッションだ。お見通しアタック。間違えた。これか。お見通しアタック。ここだ。たわいもないぜ。よいしょ。すごいです。探偵さんにはかないませんね。お見通しアタックは真実を見抜けちゃうんです。さあ、事件が待ってます。行きましょう。っていうか、これ、こんだけ変身いっぱいあったら、過去の変身の操作方法を全然覚えてないっていうね。1日経ったらもう忘れてるわ。やばいな。何か隠れ、おっと、待った。ここ隠れてるやん。ちょっと行ってこよう。ああ。はい。お見通しアタック。そこだ！じっちゃんの名にかけて！はい。ありがとうございます。二つ目。これはこんだけしかないかな？よいしょ。下に潜って下に潜る。はい。さあ。行くか。探偵さんではないですか。どうぞ、中へお入りくださいませ。いらっしゃっせ。いらっしゃっせ。探偵さん、来てくれたんですね。ちょうどよかった。隣の部屋で館長がお待ちですよ。急に扉が？あんだって？この近くで発見されたカインの化石だ。昔はここも海だったんだって？なるほどな。いや、これは？よいしょ。古代文字が彫られた石板だ。最も古い文字が彫られてるんだって。そうか。何か事件かな？よいしょ。きらめきストーンのレリーフだ。昔の偉い人も大切にしていたんだって。よいしょ。私はスタッフなので、詳しくは館長に聞いてください。館長、お前かい？でもその前にこいつ、こう見てこう。忍者にしか読めない文字で書かれたら掛け軸だって。なるほどな。よいしょ。奥のフロアのミイラーの引き継ぎを見に来たんだ。早く扉開けてくれないかな。ミイラーが僕を呼んでいるのに異常なし。異常ありません。怪しい奴は通しませんぞ。私だ。まずは館長の話を聞いてみよう。捜査の基本ですね。異常なし。問題ありません。そこの窓を閉めています。了解。なんか隠してないか、ここ。あった。窓は鍵がかかっているね。これは密室殺人かい？私が探偵です。実はこちらのキャスポタの壁画に予告状を貼られていたの。でっかい予告状やな、これ。予告状。キャスポタの壁画をいただきに参上。お願いです。どうか壁画を。おや？停電かな？来たか。あれ？あらー、一瞬で盗まれた。オレンジ。さあ、何か怪しいところないかな。今回なかなかちょっと、探偵系やから、あれか。このハテナ、何もなしか。壁画があった壁に何か書かれているよ。キャッツポタの壁画がいただいた。グレープ、盗賊団。変わりなし。犯人がどこに逃げたか聞き込みをしたりか。はい。ちょっと右側に。暗いのが怖くて。しがみついた。
破けちゃってるけど遺跡の図解ではないかと思われるのでお見通しはたく。はい、ばっちゃんの名にかけていい。どうよ。はあ、そういうこと。暗くなっている間はここの扉からは誰も出られません。ただそこのスタッフさんにしがみつかれて動けませんでしたか。ってことは出たやん。ずっとこのまま行けばいいか。出てったやん結局。押したら誰かが左の部屋に行く気配がありました。ミイラの方は大丈夫かな。こいつは？よいしょ。失敗だな。まあ分からない。ここは仕方ない。まあ分かる分かる。とりあえず。ああ、分かったわ。ああ、言うんやね。そこは言うんや。はいはい。肩がってんもんね。ここがかかたがってるわ。発見。よいしょ。さあ、行こう。結構ダメージ食らったぜ。よいしょ。あ、ショーケースが割られてるか。ここの展示物は変装の仮面。つければたちまちどんな姿にも大変身。なるほど。ピンときました。この犯人は、犯人はこの仮面で変装してるんですよね。ああ、そういうこと。つければたちまちどんな姿にも大変身。なるほど、ここに変装の仮面が展示してあったんだね。ってことは変装してあれか、なりすましてるってこと。よし、行くか。宝箱とかこない。取り壊して、危ね危ね。はい、ありがとうございます。危ない危ない。こういったところね、見落としがちなんよね。ここはもうさっきから同じだな。しこい。ででってで、こう鍵は？ほら。あぶねえ。この中に変装した犯人がいるはず。え、結構いるやん、人。手がかりを集めて変装した犯人を見つけましょう。なるほどな。はい。で、鍵また落ちてるから、これ拾っとこうぜ。よっしゃ。これは？真実の花、嘘つきはひどい目に遭うんだって。で、絶対これ罠やろ。やめとこう。暗くなった時に誰かが僕のポップコーンを奪っていたんだ。なるほどな。商品のカメラが一つ足りないんです。はい、停電が起きる前にはあったのに、カメラが一つ足りない。なるほどな。怪しいやつは見ていません。なんでお前カメラを持っとらん。ちょっと聞いてみよう。なぜカメラを持っている。バカめ。いたか。服とカメラからのスリーしたんですね。お見破り。じゃあお見破りない、見破り。おめでとうございます。あと一人か。了解。あぶねあぶね、間違ったかと思った。逮捕！うん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 。ブラカミ。歩くのが遅いぞ、君たち。よし。さあ、次は？この扉からは誰も出ていません。これいいな。二大演劇作家の像か。二人で仲良く一つのポップコーンを食べながら劇を見ていたなんて。
いやいやいや、一人、二人で仲良くポップコーンを見てて、おかしいやろ。ゾウが一体吹いてる、さっきも見てた。もうほやな。うん。ああ。はい、ありがとうございました。これやな。迷いなくこれでいくわ。もう、いかにもですもんね。はい、お前だ。ブッ。え？違う？フェイクか。これか、うん、こいつか、よいしょ、え、違う、でも1台増えてるって、ちょ、こいつか、うん、やばい、体力が、体力が、いけー、お前だ、よっしゃ、危ねえ危ねえ、うん、はっ、うん、Of course. Of course. よし、危ねえ危ねえ、いけっつ、ここはなんか行けそうやね。ちょっと潜ってこう。バイバーイ。お、うん、よし。コインね。え、これは関係ない。宝箱。ああ。コインか。これは何もなし。は何もなし。以上。結構このゲームってコイン重要なんかな。まあ、買い物できるからな。それは間違いないけど。よいしょ。これなんかめちゃめちゃなんか。おえー。ゲット。こっちも手に入れたから開けよう。よいしょ。あれ誰か出てきた。よいしょ。で、これも開けて、コインな。だいたい分かれんじゃな。よっしゃ。じゃあ、これで全部解放したし、行こう。よいしょ。よし。あれ、戻ってきた？答えろ！壁画はどこだ？知らねえな。おめえさんには教えれねえよ。へっへっへ、博物館の中に隠したなんて。何？まだ博物館の中だと？やべ、喋っちゃった。これは探偵さん、いいところに。おかげさまで犯人は捕まりました。しかし、まだ壁画の行方がわからないのです。探偵さん、見つけてください。オレッチに任せてんしょ。結構むずいなこれ。ちょっと待ってよ、こいつに話してみる。なるほどな。わかった。運んでないとか実は。実は何も持ってってないとか。よいしょ。イエーイ。やりましたね。この謎を解き明かすなんて名探偵の誕生だ。これにて事件解決。じゃんじゃん。これコンプリート。よっしゃ。初めて全部取ったわ。
これがピーチの実力よ。よし。よしよしよし、いいぞ。いや、結構時間かかったけど、OK、クリアできた。よし、これで名探偵のステージはクリア。はい、ちょっと色が濃くなって緑色に変わりましたということですね。はい。じゃあ、一つちょっとこれで終わったんで、だいたい20分くらい経ちましたんで、今回はこれで終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録お願いします。はい。それではまた見てください。ゼロでした。バイバイ。